北勢線夏休み親子ツアーズは、北勢線に親しんでもらい、北勢線の利用促進につなげようと、北勢線事業運営協議会が行ったもので、この日は町内外から20組の親子が参加しました。はじめに開会式が行われ、北勢線事業運営協議会の森山忠弘事務局長が、本日は大変暑い中、たくさんの方にお集まりいただきありがとうございます。本日は皆様にとって夏休みの良い思い出の一つになればと思います、と挨拶しました。開会式が終わると、桐蔭駅構内で自動改札機の仕組みについて説明があり、子どもたちは普段見ることができない改札機の中身に興味津々な様子で駅員さんの話を聞いていました。また車両を安全に運行管理するための指令室の見学も行われ、子どもたちは実際に走っている北勢線車両の位置を確認していました。その後、参加者の皆さんは電車で北大社車両区まで移動し、洗車車両の乗車体験を行いました。電車が洗車機をくぐると、子どもたちは窓越しに水が吹きかかる様子に歓声を上げていました。このほか車両区内の見学も行われ、5トンから6トンにもなる車両が持ち上げられる様子や、整輪室と呼ばれる電車のブレーキ装置を見学し、普段ではできない貴重な体験に子どもたちは目を輝かせていました。今日はなかなか見れないとことかも夏休み中に見れたんで、これはもういい思い出になりました。親子ツアーの全部楽しかった。また